ト波市役所は日本の地方公共団体であるト波市の組織が入り執行機関としての事務を行う施設。富山県ト波市の市役所として作られたト波市政の中心である。昭和30年代中頃のト波市役所は5カ所に分散していた上に狭苦しい試し市民や来訪者に不便を与えていた。また会議室などの設備が少なく内部事務の連絡など あらゆる面で不都合が生じている状態であった。このため、都並市は1962年9月に市政10周年記念事業として新庁舎を建設することを発表、1963年7月31日に現在地に建設することが決定。同年12月18日に都並工業株式会社の請負い契約により着工し、 1964年10月に、鉄筋コンクリート作り地上3階地下1階、延べ床面積3825平方メートルの現庁舎が竣工した。1973年には1号別館、1976年に2号別館するなど、増改築を繰り返し、最終的には6棟からなる庁舎となった。最初の庁舎竣工から築50年以上となり、 経年劣化が進み、6棟のうち3棟が耐震基準を満たしていないことから、未耐震の棟のみの耐震化や、現在地の建て替え、移転新築の3案から検討されることとなり、2021年1月、視聴者整備庁内研究会が本庁舎の一部、または全部を解体し、現在地で建設が望ましいとの調査報告をまとめている。ありがとうございます。